皆さんこんにちは。女子バレーボール選手の第一線で活躍されている石井由紀選手。石井選手は V リーグ一部で久光スプリングスでアウトサイドヒッターというポジションで出場されています。今回は石井選手のバレーボール選手としての経歴について、そしてプライベートのことも含めて紹介していきます。まずは石井由紀選手のプロフィールについて紹介します。名前は石井由紀。1991年5月8日生まれで岡山県倉敷市の出身です。お母様がバレーボールをしていることが影響して小学校2年生からバレーボールを始めました。身長は180センチメートル、体重は68キログラム、血液型は A 型。コートネームはユキ。コートネームは試合中に呼ぶあだ名のようなもので、石井選手の名前は2文字なのでそのままの名前で呼ばれているそうですね。ポジションはアウトサイドヒッター。主にコートの左側からスパイクを打つ選手で、エースとして呼ばれることの多いポジションです。さらに石井由紀選手はサーブレシーブやスパイクレシーブといったディフェンス面でも才能を開花し、オールラウンドプレーヤーとして活躍しています。そんな石井由紀選手のルーツはどうだったのか、少し見ていきましょう。石井選手は小学2年生に倉敷市立茶屋町小学校を拠点にした茶屋町スポーツ少年団でバレーボールを始めます。その後に倉敷市立東洋中学校に進学しました。小学校と中学校はそれぞれ倉敷市の公立学校を卒業して、岡山県では春の高校バレーでの出場も多い名門私立就実高校に進学。石井選手が在校している間に春の高校バレーとインターハイ全国大会に出場。高校3年生にはチームキャプテンもしています。優勝した経歴は高校生ではありませんでしたが、高校を卒業すると2010年1月19日に久光製薬スプリングス、現在の久光スプリングスに入団。その時の同期に後に久光スプリングスの黄金期を一緒に迎える長岡美優選手、野本理香選手がいます。まずは所属チームでの経歴について紹介します。プロとしての初出場は2010年11月のシーズン第2戦目デンソー戦で出場します。その後2013-2014Vプレミアリーグではベストサーバー賞をプロとして初受賞します。その後第一線で活躍を続けて2016-2017Vプレミアリーグでは敢闘賞を初受賞します。この時にはチームは惜しくも準優勝でした。しかし翌年の2017-2018Vプレミアリーグで攻守の要として大活躍。この年に久光製薬スプリングスは優勝しました。石井選手は最高殊勲選手賞とベスト6レシーブ賞を獲得しました。攻撃だけではなくボールをコートに落とさない正確無比なディフェンスでチームを支えました。その後も大きな怪我なく出場し続け、2020年11月14日には V リーグ通算230試合出場を達成しました。栄光はこれだけにはとどまりません。毎年12月に行われる高校大学プロなどが集まった大会皇后杯で凄まじい成績を残します。2012年の大会で優勝すると、なんとそこから前人未到の5連覇を達成します。その後2018年-2021年と石井選手が活躍している期間で計7度の優勝を達成しました。この数は男女を通じても2007年から始まった大会の中でも最も優勝しているチームとなります。次は全日本女子選手としての経歴について紹介します。全日本選手として招集されたのは2011年3月です。その後5月28日モントルーバレーマスターズ予選リーグのオランダ戦にスタメン出場して国際試合デビューを飾りました。2012年のロンドンオリンピックへの出場は叶いませんでしたが、その後の2013年からは毎年主要大会に出場しています。2016年にはリオデジャネイロオリンピックに選手として初出場を飾っています。
さらに2018年の世界選手権では格上セルビア戦の勝利に貢献しています。新型コロナウイルスが猛威を振るい1年延期した2021年の東京オリンピックにも選出され、古賀紗理那選手が怪我をした代役としてベテランの力を遺憾なく発揮しました。残念ながらメダル獲得は難しい結果となりましたが、日本代表の選手としてパワフルなスパイクと落とさないレシーブでバレーボールファンを魅了しました。現在石井選手は13年目のプロ生活を送っています。今でもなおアウトサイドヒッターとして第一線で活躍しています。スタイルも大きく変わることなく、美しいその姿で得点を量産していくことでしょう。次に石井選手のプライベートについて紹介します。石井選手はその高身長と美しいスタイルから全日本選手としての技術を持った選手としての側面と、その可愛さや美しさからバレーボールファンからも大人気です。まずは昨年6月に自身初のフォトブック泣き虫の笑顔が発売されました。公園やチャペルなどで撮影されて、バレーボール選手としての石井行きではなくプライベートでの石井行きを知ってもらうために発刊されたそうです。チームメイトからも優希さんかわいいという反応もあったようです。一方で家族からは心配されるようなショットもあったとのことです。東京オリンピックの出場をもって全日本選手としては一段落させることを決めた石井選手、同年6月25日のフォトブック発売を記念しての会見では、今後の夢を問われると、結婚、出産には憧れている、死ぬまでに経験したいと明かしたそうです。さてここ最近ですと、木村沙織元バレーボール選手が妊娠をされたり、同じく現役のバレーボール選手でもある古賀紗理那選手と西田有志選手が年末年始に結婚されたりと、たくさんのニュースが見られています。さて石井選手は彼氏あるいは結婚はされているのでしょうか。石井選手は現在31歳ですが、今のところ結婚しているという報告は上がっていません。石井選手の好きなタイプは面白くてスポーツができる人とのことですので、同業者あるいは異なるスポーツで活躍されている方がいればということなのでしょうか。一時期ファンの中では同業者である男子バレーボール選手の柳田将洋選手との交際が噂されていました。しかし柳田選手は2021年にご結婚されています。実際石井選手がこれ以降に恋愛的な噂が流れることはなくなりました。現在もなおバレーボール選手として集中しているのかもしれません。実際に当時の久光製薬スプリングスの元監督であり東京オリンピックの監督でもあった中田久美さんに紹介しようかというように心配されたこともあるそうです。恋愛経験は多くはなさそうですが、今後のニュースに期待したいですね。いかがでしたでしょうか。スポーツマンとしての石井由紀選手も2023年5月8日には32歳となり、ベテラン選手の域に入っていきます。これからの活躍を期待しつつ、プライベートでもぜひ良いニュースが聞けると良いですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。